岡県久留米市の夏の一大イベント水の祭典久留米祭りで昨日夜1万人のそろばん総踊りが行われ、65団体合わせておよそ4800人が参加しました。久留米かすりの旗織りの音に似ていると始まったそろばん踊り、会場となった明治通りでは踊り手たちがそろばんを鳴らしながら思い思いのスタイルで踊り歩きました。また見物する人たちでにぎわうなど、厳しい暑さに負けず劣らず、久留米の街はそろばんの音色と熱気に包まれていました。